はい、プレボールどうも野球人です。巨人10連敗、広島と3ゲーム差でクライマックス出場危機ということでございまして、読売ジャイアンツがですね、今日の広島戦敗戦しました。というわけでこれでもう10連敗になってしまったんですね。なかなか勝てない巨人、下を見ればですね、もう広島が3ゲーム差まで、追い上げてきているということで、まあいろいろね、ちょっとまあ出れる可能性、確率とかね、そういうところもお話ししていきますので、まずは記事から読んでいきましょう。はい、見ていきます。巨人広島に敗戦で10連敗。巨人が広島に敗れて4年ぶりの10連敗を喫した。初回に先発高橋が宇草に先頭打者アーチを浴びるなど、打者8人で6安打4失点で KO。 2番手トネも3回に鈴木誠也と菊池に一発を食らって3失点3回までに7点のリードを許し、6回にも8失点目を献上。打線は7回に打者一巡の猛攻で5点を返したが、序盤の大量失点が痛すぎた。4ホーマーを浴び7対8で敗れた前日のヤクルト戦後、原監督はやっぱりホームランをちょっと打たれすぎかなと話していた。この日も投手陣が踏ん張れず3発を食らって沈んだと。10連敗は球団史上4度目で、13連敗した17年以来、原監督としては2006年に平気した10連敗に並ぶ自身ワーストとなった。4位広島には3ゲーム差まで迫られ、残り試合は4試合、17日18日は試合がなく、次戦は19日の DeNA 戦ということでございます。はい、というわけで、まあ、広島にね、惜しくも敗れたと。いろいろねあった試合でございました。坂本選手のねデッドボールとかあって、骨折ではねないということなんで、そこはね一個安心かなっていうところではあるんですが、敗戦してしまいましたと。なかなかね、本当に勝てない時が続いているので、まあ、苦しいんですけれども、で10連敗のですね現在の日程というところもチェックしていきましょう。はい、では10連敗のですね日程見ていきましょう。はい、こちらですね見ていただくと、10月のですね5日から連敗が始まりました。ヤクルト3連戦ですね、5日が、3対2で、敗戦、6日も3対0で敗戦、7日が1対0で敗戦と。そして8日ですね、ここから広島戦が始まります。6対2で敗戦、9日も7対1で敗戦、10日も3対1で敗戦、そしてですね今週に入って12日から阪神、3連戦が始まりました。1対2で敗戦、2対2の引き分けで13日で、14日が、0対3の敗戦ということで、まあ、引き分けがあったんですけれども連敗は続きます。で昨日の15日のヤクルト戦で8対7で敗戦、今日の16日の広島戦で7対8の敗戦ということで、これで、10連敗、10月戦績が2勝10敗2分けということで、本当にねちょっと勝てない日々が続いています。なんで、まあ、丸々2週間ねもう勝てていないということでございますので、まあこれは相当深刻かなというふうには思いますし、まあ、あと4試合ですかね、まあ、全敗っていう可能性もまだあるので、こうなってくると、まあ、しっかりねどっかで1勝して、まあ、終わりたいなというところはあるんですけれども、はい、では順位表も確認していきましょう。はい、セ・リーグ順位表ですね、10月16日時点ということで、で、まだですね試合がやっているところがあるんですね。ヤクルトと中日かな、そこはまだやってるんで反映されてないんですが、巨人広島の試合終了後の成績を、まあ、乗っけてます。まあ、1位はヤクルトですね、で阪神が2位で追いかけて、で巨人がもうかなり離されましたね。一時は首位争いしてたんですけど、もう優勝も消えてということで、ヤクルトと、まあ、今ね、ヤクルトゲームやってる時点で 13.0 ゲーム差ということで、まあここまでねやっぱ離されるとはというところなんですけれども、で、広島ここが迫ってきております。4位ですね、16.0 ゲーム差ということで、巨人と広島が3ゲーム差となっております。もう本当ね、このままだと逆転される可能性っていうのも本当に出てきたなというところでございます。で巨人はですね、残り2勝2分けで、まあ、5割というところでございますので、まあ、3勝すればですね5割に乗るというところなんですが、まあ、このままずるずる負けてしまえばですね、今シーズンは5割を切ってしまうということで、まあ、かなり不名誉というかね、やっぱりここは守りたいラインでもあるのかなというふうには思いました。でそしてクライマックスの出場もちょっと危うくなってきたなというところでございますので、そのクライマックスラインの、まあ、勝率というところもお話ししていきましょう。はい、ではクライマックスの出場ラインというところに目を向けていきましょう。
はい、ちょうどいいのがですね、巨人の情報、サンスポさんですね、ツイッターにございましたので、そちら引用させていただいております。巨人が残り4試合、広島が8試合ということで、結構ね、試合数に違いがあるんですけれども、まずですね、巨人が全勝すればですね、勝率が5割を超えて、5割8厘かな、になりますので、残り4試合全勝であればですね、もう確定ということで、広島が8試合全部勝っても関係ないということですね。逆に3勝1敗であればですね、勝率がちょうど5割で、広島が8試合全部勝てば5割と、勝率は並ぶんですね。ただ、広島の方が勝利数は多いので、セリーグのルールであれば広島の方が、全勝であれば、勝ってしまうので、3勝1敗で、あったらですね、広島が1敗でもすれば確定となるんですが、もし広島が8試合全部勝ってしまうと、広島にと、これは結構現実的な、ね、話ではないので、そこまで心配はいらないかなっていうふうには思うんですけど、ラインで考えるとこうなるよと。でそして、巨人がもし全敗すればですね、4試合全部負ければ、4割7分5厘かなに勝率がなりますので、そうなれば広島が5勝した時点でですね、主将を逃すことになってしまいます。あとはね、引き分けとかね、挟めばいろいろ可能性っていうのはまたね、違ってくるんですけれども、おおむねはこんなラインかなというふうに思います。というわけで、巨人はですね、1勝でもすれば、なかなかね、越されはしないんじゃないかっていう状況にはなってくるんですけれども、ただ普通であれば余裕はあるなという感じですが、今の巨人の状況であれば残り4試合全て負けてもおかしくない。坂本選手もですね、骨折じゃなかったとはいえですね、やはり状態っていうのはデッドボールの影響っていうのは多少あるかなというふうに思います。どれだけ出れるかっていうのもね、わからない中ですね、残り数、4試合、どれだけ勝てれば、最悪ね、2勝はしたいなというところなんですけれども、しっかりと勝率5割に乗せるためには3勝っていうね、ところは必要なのかなというふうには思いますので、そこをね、意識して戦っていただきたいなという限りでございます。じゃあ最後ネットでの反応を見て終わりましょう。はい、ではネットでの反応を見ていきましょう。中4日中5日を固くなにやめないバカをどうにかしないと無理だよ、原宮本お願いだからチームから消えてくれということで、そうですね、かなり厳しい意見っていうのもね、10連敗ということなんでありました。その中の一部のコメントなんですけれども、中4日5日ですね、先発の登板間隔を縮めてというところなんですけれども、これがね、どうね、影響してくるのかっていうのは正直数字でなかなかね、しっかりと判断するっていうのは難しいところかなっていうふうに思うんですけど、ただね、こうやって、負けが込んで10連敗という結果にはなっているっていうことは事実なんで、叩かれても仕方ないかなっていうふうに思いますし、この先発の登板間隔縮めたのはね、やっぱ失敗に、今シーズンに限ってはなってるんじゃないかなっていうふうには思います。はい、こちら見ていきましょう。2連覇した時点で評価されるべきだし、今季はいろいろ不運だったねってことで、来季は立て直し、必殺のは確実ということですね。一方ですね、荒川さんですね、やめろっていう声もあるんですけれども、残留要請するんじゃないかっていうね、お話もあります。原さんね、しっかりと、軸はあって、コーチ陣が入れ替わるっていうね、パターンになってくるのかなっていうふうに思うんですけれども、さすがにちょっとクライマックスね、逃せば、原さんも、辞任っていうふうに、ね、なってしまいかねないので、ここはね、本当に踏ん張りどころかなっていうふうに思いますので、今後ですね、あと残り4試合ということで、どういうね、試合結果になるかは分かりませんが、来季にね、つながるような、試合っていうのを勝っても負けてもしていただきたいなという限りでございます。では今日は以上ですね。良ければチャンネル登録、コメント、高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せーの、ゲームセット。ありがとうございました。